この番組は米子高専の先生にご出演いただき、科学・建築などの専門科目から一般教養まで幅広い分野の知識・情報をお話しいただきます。皆さんこんにちは。私は若い世代の投票率の低さが指摘される中、学生の主権者教育などに取り組み、実際の選挙にも関心を持って研究しています。今年2024年はアメリカ、ロシア、インド、台湾など日本とも関わりの強い世界の主要な国や地域で相次いで選挙が行われる年、選挙イヤーです。それぞれの選挙について触れていきたいと思います。国別の人口でインドは昨年2023年に中国を抜いて1位となりました。国連によればインドの人口は約14億3000万人です。2023年の人口ランキングで3位のアメリカ、4位のインドネシア、9位のロシア、10位のメキシコでそれぞれ大統領選挙が、1位のインド、5位のパキスタン、8位のバングラデシュでそれぞれ総選挙が2024年に行われます。これら7カ国の人口の合計は約27億3250万人で、世界の総人口の3分の1を占めます。ちなみに日本の人口は12位です。選挙イヤーの最初の注目選挙は台湾の総統選挙でした。台湾の世界的な半導体メーカー TSMC 社は熊本に大規模な半導体工場を建設しています。台湾にはアメリカで言えば大統領にあたる総統がいて、台湾を代表する存在であり、日本で言えば首相に相当する行政院の行政院長を任命します。軍を統括する権利も持っています。今年1月、総統と日本の国会議員にあたる立法委員を選出する同時選挙が行われました。総統選挙には与党民主進歩党から副総統の頼清徳氏、最大野党中国国民党から新北市長の江有義氏、野党第二党台湾民衆党から前台北市長の柯文哲氏の合わせて3人が立候補し、民進党の頼氏が当選しました。投票率は 71.86% で、前回4年前より3ポイント余り低くなりました。隣国大韓民国では4月に総選挙が行われています。革新系の最大野党共に民主党が過半数を上回る議席を獲得する一方、ユン・ソニョル大統領を支える保守系の少数与党国民の力は現有議席割れとなり敗北する結果となりました。韓国の国会は一院制で、総選挙は4年に1回行われます。5年に1回の大統領選挙とは別に実施され、今回の総選挙は3年の任期を残すユン大統領の中間評価との位置づけでした。大統領の求心力低下は避けられず、対日関係改善を進めた推進力にブレーキがかかる可能性もあるとされています。総選挙の投票率は 67.0% で、前回の2020年より 0.8 ポイント上昇しました。グローバルサウスという言葉を見聞きすることが多くなりました。インドやインドネシア、トルコ、南アフリカといった南半球に多いアジアやアフリカなどの新興国、途上国の総称で、主に北半球の先進国と対比して使われますが、実際に領土が南半球に位置しているかにかかわらず、新興国全般を意味する場合が多く、近年民主主義と権威主義の分断の中、中立を貫くスタンスを取り存在感を増しています。そのグローバルサウスの代表インドで、5年に一度の下院の総選挙が4月に始まりました。有権者数が9億6800万人に上る世界最大の選挙と言われ、全国の543の選挙区を7回に分けて1ヶ月半をかけ、6月1日まで順次投票が行われ、6月4日に一斉開票されます。事実上の政権選択選挙で、野党連合に対抗し与党インド人民党が政権を維持し、
ヒンズー至上主義に傾斜するモディ首相が3期目に入るかが焦点となっています。インドは自動車産業や ICT 産業が経済成長を牽引しており、国際通貨基金の推計によるとインドの GDP は2025年に日本を抜いて世界4位になる見通しです。中国の人口は減少する一方、同国の人口増加傾向は今後も続くと予測されています。同じくグローバルサウスのインドネシアの大統領選挙は5年に一度行われ、有権者は2億人を超えます。インドネシアは国民の約9割がイスラム教徒で、世界最大のムスリム人口を抱える国でもあります。2月の投票から開票作業が1ヶ月余り続いていました。開票結果は現職の国防省のプラブオー氏が 58.6% の得票率にあたる9621万票余りを獲得し、初当選を果たしました。次いで前ジャカルタ州知事のアニス氏が 24.9%、 前中部ジャワ州知事のガンジャル氏が 16.5% の得票率でした。現職のジョコ大統領は高い支持率を誇りますが、憲法で参戦が禁じられています。3人のうちプラボー氏はジョコ大統領の後継者を辞任、ジョコ大統領の長男ギブラン氏を副大統領候補とし政策を引き継ぐとしていたほか、ガンジャル氏も首都の移転計画など主要政策は継続すると訴えていました。一方アニス氏は首都移転計画の一部見直しや経済格差の是正を公約に掲げ、現政権に対する批判票の取り込みを図っていました。インドネシアの中央選挙管理委員会によると、大統領選挙の投票率は 81.78% でした。日本と ASEAN 東南アジア諸国連合の関係は2023年に友好協力50周年を迎えています。2022年2月以来ウクライナへの侵攻を続けるロシアでは、3月15日から17日にかけて大統領選挙の投票が行われました。中央選挙管理委員会は最終的な選挙結果としてプーチン大統領が7627万票余りを獲得し、得票率 87.28% で当選したと発表しました。投票率は 77.49% で、旧ソビエト崩壊以降のロシアの大統領選挙で得票率、投票率のいずれも最も高くなりました。プーチン大統領は通算で5期目に入り、新たな任期は2030年までの6年間となります。一方大統領選挙をめぐっては、欧米各国から公正な選挙ではなかったなどと非難が相次いでいるほか、ロシアの民間の選挙監視団体は不正操作によってプーチン大統領への得票が大幅に上積みされた疑いがあると主張しています。とはいえプーチン大統領の指導力に対する国内の支持はなお盤石で、対抗を期するような候補に対する締め付けも厳しく、ロシア世論の後押しを得たとしてプーチン大統領が一段と強気の姿勢に出れば戦況にも多大な影響が及ぶと指摘されています。そのロシアに制裁を加え、ウクライナへの支援を行っているアメリカで11月に投開票される大統領選挙が近づいています。民主党のバイデン大統領に共和党のトランプ前大統領が挑む構図で、4年前と同じ顔合わせです。有権者が候補に直接投票するのではなく、大統領に投票する選挙人を選ぶ間接選挙で、候補は全米50州と首都ワシントンに割り振られた計538人の選挙人の数を競います。過半数の270人以上を得た候補が大統領に選出されます。各州の選挙人の数は上院議員2人と人口に基づいて配分される下院議員の数の合計で、48州と首都ワシントンでは勝者総取り方式が採用されており、相手より1票でも多く票を得れば全ての選挙人を獲得できます。選挙人の数が最も多いのがカリフォルニア州です。勝敗の鍵を握るのは民主共和両党の支持率が拮抗するいわゆる接戦州です。接戦州は選挙のたびに勝利する政党が変わり、スイングステートと呼ばれます。今回の選挙ではアリゾナ州やウィスコンシン州、ジョージア州などの結果が注目されます。
立候補の要件は憲法では1アメリカ生まれのアメリカ国民、235歳以上、3アメリカに14年以上居住の3要件をすべて満たす必要があると定められています。選挙権は18歳以上のアメリカ国民に与えられ、アメリカ生まれかどうかは問われません。投票するには選挙人名簿に載せてもらうための有権者登録をする必要があります。大統領選挙への国民の関心が高まり、前回2020年の投票率は 66.7% と歴史的に高く、バイデン氏が8100万票、トランプ氏も7400万票を獲得しました。近年若者の投票率が大幅に上がっているそうです。若者の投票の傾向を調べている研究センターサークルによると、18歳から29歳の若者の投票率は2018年中間選挙は約 28%、 20年大統領選挙は約 50% を記録しています。では日本の選挙を見てみますと、現在の衆議院議員の任期は来年2025年10月までとなっていて、1年余りのうちに総選挙が行われます。参議院の改選も2025年7月です。4月に行われた衆議院の補欠選挙では、自民党の政治資金問題などがクローズアップされる中、島根1区では自民党の新人が立憲民主党の元職に敗れ、小選挙区で初めて議席を失いました。岸田文雄内閣の支持率が低迷する中、9月に自民党の総裁選挙が行われる予定ですが、その結果、あるいは党内情勢以下では解散総選挙になるかもしれません。鳥取県内では今年執行が予定されているのは、すでに3月に実施された鳥取県議会鳥取市選挙区の補欠選挙、6月の智頭町長選挙、7月の境港市長選挙、甲府町長選挙、10月の南部町長選挙、町議会選挙です。イギリスでは5月にイングランドで行われた統一地方選挙で国政与党保守党が大敗し、14年ぶりの政権交代の見通しが強まっています。このように今年はパリオリンピック・パラリンピックが開催される年ですが、世界的に重要な国政選挙や地方選挙が重なる年であり、世界の多くの人々の投票行動が国際社会の動向を左右し、日本へも影響を及ぼす選挙イヤーなのです。